一年啊，一年也就是两三千块。这地方这劳动也没得了，全部都出去打工去了。因为我觉得我太苦了，我也不能让孩子再苦了，我不想让孩子过我这样的生活。中国には古くから伝わる有名な物語がある。影絵芝居の演目でも知られる愚公山を移す。生活の妨げとなる大きな山を人力で動かそうとした一人の老人の話だ。可是我的子孙后代一定能够成功。瓦山不止，大山必平。对，瓦山不止，一定成功。从就是说我们对照愚公移山这个比喻来说，那的确是压在这个中国老百姓身上的一座大山。中国政府は2020年までに貧困世帯をなくすことを決め、今その対策に国を挙げて取り組んでいる。巨大国家中国で何が起きているのか。大きな山を崩すようなその壮大な試みを記録した。命を懸けて働いています。私たち行けるかとかまだ分からない。大雨と道路工事、落石や土砂崩れの果てに雲南省武功リス族自治州はあった。休憩者地に栽培できるのはトウモロコシなどほんのわずかな作物だけ。目立った産業もなく出稼ぎに依存する中国でも最も貧しい地域だ。原来が富裕国く、我他妈咋不打来这要洗吧着过，不才在原来都过年子才都过个富国斗着。極貧地帯に見る中国貧困の実態とは。ある早朝、広場に集まる男たち。その手にはおびただしい数の鍵があった。それは貧困家族に無償で提供される移住住宅の引き渡し現場だった。貴州省金沙県、農地だった場所に集団移住住宅が建てられ新しい町ができた。山の上の貧困家庭は集落ごと山ごと移り住み、新しい町の住民となった。山を降りた人々を隣接する工業団地の企業が労働力として飲み込み、農民は都市労働者に姿を変えた。感じ这个东西必须得适应嘛。是。这个东西肯定要适应的。因为不能种地了，你不可能不打工啊，怎么生存啊，是不是？豊かさを求め、ふるさとを、山を降りる人々。彼らは、そして中国は、どこへ向かおうというのか。脱貧困先進地に変わりゆく中国の姿を探る。雲南省、黄河、ハニ族、彝族自治州。標高2000メートルに達する高地に作られた集落である。その山肌に1200年前作られた棚田は総面積12万ヘクタール、世界遺産に認定されている。その棚田で途絶えかけていた古代米、赤米による貧困対策が今進められている。その中心となっているのは農業と馴染みの薄いある先端企業だった。就阿里巴巴如果不去做这个事情，原阿红米有可能一辈子是走不出去的。伝統や自然を守りながら継続性のある貧困脱出、その未来を探る。山を動かす3つのエピソードで描く壮大なる挑戦のすべて。